はい、こんにちは、文豪です。ですね、今日もダラダラ行きたいと思います。今日はノリの話。ちなみに今日の文豪は、ログオンっていうですね、これも香港の、お店なんですけれども、おしゃれ、雑貨、文具、いろんなものを売っているお店の、まあ一回僕はビデオ出演をしたことがあるので、その時にですね、もうお店の方が作ってくれた可愛い、ものです。ありがとうございました。で、まあ、それは置いといて、今日の話は、ノリです。皆さんもよくご存知の、笛木ノリ。まあ、この赤い帽子をかぶった、これ、犬なんですけどね、笛木ちゃん。これ耳が大きいんですけど、これ犬です。動物ノリっていうね、名前で出てますけれども、この笛木ちゃんなんですけれども、ですね、まあ、これはでんぷんのりとしては日本ではすごく有名ですけれども、子供の頃、まあ、どっちを使ったかっていうのもあったりして、実はなんとなく地域性があるんですね。青いこっちですね。こっちヤマトっていうですね。ヤマトのり。ヤマトさんはですね、東京に本社がある会社。で、笛木さんはですね、大阪に本社があるので、なんとなく西の、笛木。で、東の、ヤマトっていうことでですね、販売地域が分かれていたり、しました。まあ、最近はどこでも買えるのかなという気がしますけれども、そんな感じです。で、どちらも、まあ、同じようなペースト状の、ですね、こういう白い感じの、これ今紙が載ってますけども、白いペースト状の、でんぷんのりで、見た目そんなに違いがないかなと思うんですけど、ちょっとこっちの方が透明感がありますね。ヤマトさんの方が透明感がある感じがします。実はこれ原料が違っていて、ヤマトさんの方はですね、これが、ヤマトさんの方は、タピオカを使っています。で、笛木さんの方が、これがコーンスターチということで、実は同じ、でんぷんと言ってもですね、使われる植物が違うんですね。まあ、そんなところも違っていて、あと、香りが若干違うんですけども、笛木さんの方は、金木犀だったかなの香りが、つけられています。いうことで、いい香りがするよ。で、どちらもやっぱり子供が使うものなので、100% 植物由来の、まあ、でんぷんを使っているので、まあ、万が一舐めたりとかしても、体に悪くないということで、まあ、どちらも、あれですね、使ったことがある人が多いんじゃないかなと思いますけども、大人になってね、ほとんど触ってないという人もいますが、この笛木ちゃん、最近はちょっと可愛いっていうことでですね、やたらとキャラクターグッズ化されていて、最近あれですよね。大阪のメーカーのキャラクターグッズ化がすごい進んでいてですね。いろいろとですね、メーカーのブランドのものが販売されていて、もうご笛木ちゃんなんて、中、もうこれ、今はこれね、海苔だけじゃなくて、ハンドクリームとか、プリンとかいろんなもん入れられて売られてるんで、これ間違って食わないようにっていうのはあるんですけど、まあ、万が一間違って食っても、安全っていう素材になってます。この笛木ちゃんなんですけれども、笛木ってちょっと面白い会社で、実はですね、創業したのは、まあ、1886年ってことで、明治19年、だいぶ古いんですね。なので、当時は足立商店っていう名前だったんですけれども、その後ですね、実は笛木のりっていうのは、まあ、こう、明治28年か、1895年にですね、開発されるんですけれども、当時の大阪の工業実験場の人がいて、その藤井さんっていう人がいるんですけども、その人と、まあ、共同開発ということで、腐らない糊を作ろうって言って、あれこれやって、まあ、防腐剤の研究とかをした結果、できたものと言われていますと。ということで、まあ、笛木ちゃんの笛木って何なんだろうっていうのが、実は、笛木流行とかいう言葉がありますけれども、変わらないっていうことなんですね。笛木っていうのは、まあ、変わらないよっていうことで、変わることがないっていうのはどういうことかというと、腐らないよってことなんですね。まあ、当時、でんぷんのりなんてすぐ腐っちゃったんで、まあ、それじゃ使いにくいということで、まあ、いろいろやって笛木のりっていうのができました。まあ、当時こんな瓶じゃないんですけれども、ガラスの瓶とかに入れられて売ってましたよというのが、最初です。で、まあ、そっからなんですけども、笛木って結構ね、ゴム工業なんかも、まあ、初期のね、頃には、明治から大正にかけてはいろんな商売やってて、面白いのは、明治42年にですね、日本で初めてのチューインガムとか作ってたりするんですよ。結構ですね、ゴムやれたからっていうことで、そのゴムを応用してということで、ガムとか作ったんですけど、当時は全然売れなかったっていうふうに、言われていますという感じです。ともかく、
まあ、そんなこんなでですね、いろいろやってるんですが、この、ふえきちゃんですね、いつできたのかっていうと、実はですね、昭和50年、1975年にできています。僕より一つ年下なんですね。ふえきちゃん。もう、ね、結構いい歳ですけれども、そんな感じだったりします。で、なんですが、このふえきちゃんって、これまあ、さっきも言いましたけど、これ、犬なんですよね。帽子をかぶった犬なんですけれども、ふえきちゃんって実は友達いたんですよ。販売された初期の頃には、実はふえきちゃんには実は友達がいてっていうことだったらしいんですけれども、そこなんですね。で、いろいろ探してたんですけれども、実はふえきちゃんには兄弟がいて、うさぎとゾウがいたっていうことなんですよ。で、これいろんなところでちょいちょい語られるんですけど、まあ、これがやっぱりですね、どうしても本物が見たくてですね、いろいろ探していたら、この間、手に入れましたよ。はい。いいですか？こう古い、ふえきちゃん。古いふえきちゃん。ね、これ、犬。ちっちゃい方ですね。これ、大きいのとちっちゃいのと今でもあるんですけど、あ、そうだ。そうですね。ふえきちゃん、大きいのとちっちゃいのがいます。で、これ実はなんか全然表情が違うんですね。大きいやつはちょっとなんかね、この目の下のところのクマはちょっと気になりますけれども、ちっちゃいフェイキちゃんとこの目の中に入ってるキラキラもちょっと違うんですけれども、こんな感じで、になっています。あ、そうだ、ついでなんでこれも。これ。ウェギノリって、実は、この、後ろのところに名前を書くところがあって、ふえきって書いてあってですね、この上に、こういう横線が入ってんですよ、これ。わかります？ここ。ここに、ちょっと飛び出した、こう、横線が入ってるんですけども、知ってます？これ、こうよく見ると、ここ、わかりますかね？貯金箱用って書いてあります。切り出し口って書いてあります。これは、実は、ここの飛び出したところをカッターナイフとかでキャーっと切ってですね、ここ切り取ると穴が開いて、これ使い終わったら貯金箱になるっていう、実はすごい、まあなんかそういうね、まあリユースというか、使った後のことも考えて作られているんだよ。これはですね、大きいのもちっちゃいのも同じです。ちっちゃい方にもあります。ね。突部を切ると、貯金箱になりますって書いてありますね。ということで。まあ、今もこの大小はあるんですけれども、実は昔もこの大小もあってですね、その、犬ちゃん、古いのがこっちです。じゃん。こうなんか。まあ、そんなに変わってないんですけれどもね。この目の中のキラキラもほら、同じで、実は、このですね、40数年前、昭和50年からですね、実は、デザイン、ほとんど変わっていません。っていう感じです。ちょっと黒ずんでるのはただ汚れてる感じです。っていうことなんですけども、この古いのも見つけました。犬ちゃん。で、犬ちゃんの他にですね、実は友達がいたってことですね。いきますよ。じゃん。はい。うさぎちゃんです。ドーン。はい。うさぎ、耳がですね、上に立てられないので、横に、あ、これキャベジンのノベルティに使われてたやつですね。こっちにですね、こう、ペロッとついていて、ちょっと芸術家っぽい。感じだったりします。もう可愛くないですかこれ。ね。なんかちょっと友達いっぱい。っていうのがあってですね。うさぎちゃん、実はですね、うさぎちゃんはですね、大きいのも手に入れた。大きいうさぎちゃん、これです。ドン。大きいうさぎちゃん。やっぱ、大きいうさぎちゃんも同じような感じなんですけれども、ですね。可愛い。っていうのが、うさぎちゃん。なんですが。で、これと、犬ちゃん、うさぎちゃん。そして、もう一丁、はい、ドン、ゾウさんです。これどうすかこれ、ゾウさん。この鼻を、まあ人気だったんでしょうね当時ね。当時の人気動物として犬、ウサギ、ゾウだったんですかね。今みたいな時代だったら猫がいても良さそうなんですが、当時はゾウ。そしてこのゾウの鼻が、これ容器なんでね、中から膨らませるブロー成形っていうやつの像なので、実はこれの前に飛び出す花ができなかったんだろうな。そしてこんな形になっています。ちょいキモい感じだったりします。言われりゃ像ってわかんなくもないですけどね。
耳はなんかね、やっぱほら、犬ちゃんと同じような感じで、まあ、象も大きい耳なので、あれなんですけれども、ウサギちゃんは耳が横に出てると。結局やっぱあれなんでしょうね。今度飛び出してるパーツが作れないのをどうやってこう、可愛くアレンジするかっていうのが、なかなか難しかったんではないのかということでですね。はい。このトリオが、実は当時、店頭に、出ていたわけですが、これですね、圧倒的に、この犬の雰囲気ちゃんがですね、一番人気で、他の2種が、まあ、あんまり人気なかったと言われています。どこまで本当なのかわかんないですけども、まあ、象は見る限りしょうがないかなっていう気もちょっとするんですが、ということで、まあ、お店にですね、3つまとめて最初は入るんですけれども、追加の発注が来るのが、まあ、この黄色の犬ちゃんばっかりっていうことで、まあ、今は犬しかいないということらしいですよ。なんですけどもね。で、まあ、これも今は、ふいきちゃんっていう名前で呼ばれていて、会社を代表してるみたいですけども、動物乗りって言われてるし、まあ、最初の頃の箱を見つけたんですけど、これね、こう見つけた時に出てきたんですけども、これです。はい。動物1号です。わかりますかね、これ箱。ちょっと全体が入んないか。よいしょ、ぎゅーってやると。はい、こんな感じです。動物1号ですよ。貯金箱、小物入れになる。最初からもそんなこと言ってたんですね。っていう感じでですね。こんな売り方をしてたっぽいです。当時80円。今も値段そんな変わってないのかな。60グラム入りの、これはあれですね。ものと、になっていますよ。ということで、60グラム入りっていうのがこのちっちゃい方ですね。こっち160とかで結構大きいんですけども、っていう感じだったりしますと。いうことで、この箱もちょっとあって、ちょっといい感じに、このね、当時の感じがあるんですけども、1号っていうのが何なのかわかんないんですよ。もしかしたら、この動物1号っていうのが、あれですよね、この動物乗りの1号、2号、3号みたいな立ち位置だったのか、それとも 60g 入りが1号で、例えば、まあ、160入りが、例えば、ね、2号とかだったのか、ちょっと全然わかんないんですけれども、その辺に関しては、まあ、これからちょっといろいろと、調べていこうかなという感じですけど、なんかシュールですよね。犬なんですけれども、手はなんか5本指のなんか普通の手ついてるし、ちょっと不思議な感じだったりします。というね。まあ、何の話だったかというと、要は、僕がですね、当時の、雰囲気乗りの、トリオを、なんと、ずっと探してたんですけども、入手したよっていう、単なる自慢話でした。という、今日はそういうお話でした。ちょっと、可愛いので、ゾウさんとかね、超絶、こう、ちょっと微妙な感じなのも含めて、トリオ、可愛いなということで、飾っておきたいと思います。以上。